はい、ということで、今回、今、このポケモリで、ハロウィンイベントをしよるらしく、パンプキングが、キャンプ場にやってきてます。トリックアトリート。私はハロウィンの王様、パンプキング。大好きなハロウィンの筒でやってきたかも。この間、ハロウィンをもっと盛り上げるためにはどうしたらいいか、真面目に調べていたんだかも。そうしたら、世にも珍しい魔女の帽子ちゃんという生き物がいるって知ったかも。私が求めているハロウィンの世界にぴったりに違いないかぼ。でも探してみたけど帽子ちゃんは見つからなかったかぼ。代わりに帽子ちゃんが好きな植物の種を見つけたかぼ。この種を育てればきっと会えるかぼ。ということでそこのしもべ、私にも協力してかぼ。相変わらず上から、しょうがないな。物分かりのいいしもべかぼ。どうやら私が見つけた種は、かぼちゃの形をし植物に育つらしいかぼ。かぼちゃの形？マジで？かぼちゃの形が好きなんて、帽子ちゃんセンスいいかもね。帽子ちゃん、もうパンプキングに近寄ってくればいいんじゃないかな。ね、直接。というのは置いといて、君にはガーデンで私の見つけたこの種を育って、集まってきた帽子ちゃんを捕まえてほしいかも。ちなみに、普通の植物には集まってこないから、そこら辺よく注意するかもよ。そうそう、帽子ちゃんの捕まえ方は知ってるかも。大丈夫です。それなら話は早いかぼ。じゃあ、この種を早速ガーデンに巻いてみるかぼ。どんな感じなんやろ。花よね、一応。オレンジのミニパンプキンの種。スペシャル。黒いミニパンプキンの種。全然花じゃないんかな。本当に普通にかぼちゃ？よろしく頼んだかぼ。ってことで、ガーデンイベント、9月26日の15時から始まっとって、10月6日日曜日まで。14時59分ね。ふんふんふん。オレンジの魔女帽子、紫の魔女帽子、シルバー、ゴールドが後から追加されると。うん、なるほどね。こういう感じで。あ、で、パンプキンも、オレンジのミニパンプキン、黒いミニパンプキンで、後半はゴールドのミニパンプキンってこと。へぇー。イベント開催期間が終了すると、ま、いなくなると。ハッピーハロウィン！ポケモリでハロウィンを楽しもう！ポケモリにハロウィンがやってきました。私はハロウィンの王様パンプキング、大好きなハロウィンがやってきたかぼ。今後登場予定のハロウィンのアイテム。おー、なんかすごい。なんかめっちゃさ、あれじゃない？なんか舞台みたいじゃない？なんか舞台のセットみたいな。月明かりに怪しく浮かび上がる街の影。で、これは室内。モノトーンで大人可愛いハロウィンパーティーはいかがですか？こっちなんかあれよね。何？ログハウスの方に、こんな感じでしたら可愛くない？他にもハロウィンを盛り上げるちょっぴりホラーなアイテムがたくさん登場予定。あれは？後ろの、あれもできるの？マジで？マジで？可愛いんですけど。なるほどね。あ、そして、見知らぬ猫のスイーツワゴン。見知らぬ猫がやってくる。この服装どうかな？ヴァンパイアみたいでかっこいいでしょ。見知らぬ猫やってくるよ。あ、これでもう、あれやん。常にキャンプ場に見知らぬ猫を置いておくことができる。見知らぬ猫のスイーツワゴンを作ってキャンプ場やコテージに置くと時々見知らぬ猫が遊びに来ます。めっちゃ可愛くないあれ。なんて、スイーツワゴン？お菓子売り寄るってこと？ヴァンパイアの格好をした見知らぬ猫。ハロウィンモチーフの美味しそうなお菓子はクールな彼も思わず食べたくなっちゃうかも。見知らぬ猫のスイーツワゴンはクラフトから期間限定で、まあ、スペシャル家具ね。かわいい。はい、イベント開催中、パンプキングのモノトーンパーティー。あ、あれが帽子ちゃん？かわいい、足生えとる。あ、こういう感じなんや。あの植物。なるほどね。ほんと、めっちゃ小さいね。ミニトマトみたいな感じ？集めてほしい帽子ちゃんの種類や数はお題として出せるかも。お題をクリアしたら、私から素敵なご褒美を授けるかもよ。何かわからないことがあったら、イベントについて見てほしいかも。オッケー。さあ、ということで、巻いていきますか。とりあえずね、スペシャルの植物が、植物の種があるけん。それで、速攻で咲くはず。はい、植えていきます。まとめて種まき。
オレンジのミニパンプキン、スペシャル。で、こっちを巻いてる間にきっと、ほら、できよるできよる。黒いミニパンプキンの種。はい、オッケー。おー、すごい。で、色がつくの？オレンジのやつよね、これ。え？え？お、オレンジのやつよね。あ、オレンジになった。なったなった。あ、かわいい、めっちゃかわいい。帽子取って中身が見たいんだけど。はい、まとめて捕獲します。いいね、いいね。上じゃなくって、ああやって根元にやってくるんや。オレンジの魔女帽子、ああやってやん。5匹とも全部捕まえた。お、これでお題を一気に。このお題もさ、なんか必要な数が、なんかすごい、なんていう、小刻みになってきたよね。なかなかやるかもね。この調子でどんどん捕まえるかも。はい、これがご褒美かも。パンプキンタルトセット、かわいい。かわいい。かぼちゃやけん、絶対食べれんけど、かわいい、見た目。そして、ハロウィンな飴。飴も集めたらなんかなるの？あ、初めてのお題クリアかもね。まだまだご褒美はあるから、引き続きよろしく頼むかも。はい、頼まれます。さあ、ということで、みんなと話していきますか。あ、これか、イベント。飴。ハッピーハロウィンコレクション。私が待ちに待ったハロウィンの時期がやってくるかも。さあ、思いっきり盛り上げるかもよ。ってことで、この期間中にいろいろなイベントを遊んで、ハロウィンの飴を遊べるかも。これにハロウィンバロン付きブランコなどのアイテムをプレゼントするかもよ。かわいい！え、めっちゃいいやん、これ。超欲しいんやけど。期間中に開催されるイベントのうち、もらえるやもらえるかもの表示があるイベントでのみ、ハロウィンの飴をもらえることがありますと。で、今回のこのガーデンイベントでももらうことができる。え、いいね、いいね、いいね。あれ？ちょっと待って。あ、オッケーね。はい。こんな感じで。まあ、今のところ集めた数はかける1。え、これ何個でもらえるの？何個でもらえるのかはわからないの？釣り大会まで今度カボチャフェスティバルなんや。マジか。お菓子集め、ハロウィンキャストイベント開催。あ、これ、ハニワ集め的なやつ？ハニワ集め、お菓子バージョン。新クッキーも出るよ。めっちゃいいやん。え、これ新クッキーは？ラッキー。ダークリリー。ダークリリー？ニコ版。ねえ、みぞりちゃんいつ来ます？まあ、多分、くるっと押したら、夏なんやろうなとは思うんやけど、夏なんやろうなとは思うんやけど、え、また、あれですか？一年待つ感じですか？そろそろみぞりちゃん、甲虫クッキー来てもいいんじゃないかと思うんだけどな、ね。あいなちゃんこんばんは。夕食はもう食べた？まだです。おしゃべりしよう。ねえねえ、アイナちゃんって結構センスあるじゃん？石。全然ないと思う。そんな超ハイセンスのアイナちゃんにあたいからお願いなんだけど、めっちゃハードル上げてく。友達のハンナちゃんにあげるプレゼント何がいいと思う？ツートンならどっちでもいい気がするけど、ツートンテーブルかな？ツートンテーブルね。いいじゃん。早速渡してくるね。どうよ。じゃーん、あたいからプレゼントだよ。ツートンテーブル？マジ活かしてるね。大事にするよ。かわいいハンナちゃん。黒とピンクの色味も好き。超嬉しそうだったね。アイナちゃんやる？マジありがとう。し。この相手に渡した家具をさ、たまにこっちにもくれたりするやん。アイナちゃんにもあげるよ、みたいな。毎回やったらいいのになって思う。あ、でもあれ気に入らんかった時にもくれたりとかするよね。でも必ずくれるんやったら絶対自分がやるやつを選ぶ気がするけど。アイナちゃんこんばんは。夕食はもう食べた？この時間はみんなに夕食を気にされる時間か。ガーデンで育った花はいろんなものに交換してもらえるのは知ってる？知ってる。他では手に入らないアイテムもあるから、
チェックしてみるといいよ、ロルロル。私はいつも大抵植木鉢だけ植木鉢だけ交換しうる。トビー、あれトビー、話しかけれないかと思った。おやエラさん、もうディナーは済ませたのかい。お話聞かせて。君は秋の夜長って知ってるかい。他の季節より秋の夜は長く感じるってことらしいんだけど、夜が長いなんて、なんだか大人な雰囲気でロマンチックだね。さあ、エナさん。今夜は僕とオシャレをテーマに語り合おうじゃないか。ケロケロ。オシャレをテーマに。トビーはオシャレなのかな？わからないぞ。可愛い格好だとは思うけれど。チッチー。アイナさん、こんばんは。夕食は取られましたか？何か相談事は？お花っていろんな種類がありますよね。もしアイナさんのおすすめのお花があったら教えていただけませんか？うきゃ。うきゃ。ピンクのイチゴ、かわいいよ。お、オレンジのミニパンプキン。一個だけ？一個だけなの。もうちょっとくれてもいいんですけどね。私なんか作りよったっけ？あー、そっかそっかそっか。頭にキノコ生やそうとしよったんやったっけ？頭のせキノコ。この頭のせキノコを、みぞれちゃんに、つけたら可愛かったですっていう意見があったけん、つけようかと思う。コーディネート。いやー、超嬉しい。ごめんね。今、星の髪飾りをつけてるんだけどさ。キノコを生やしてもらう。いやー、可愛いわ。さすがエナちゃん、いい感じじゃん。ありがとう、イシシ。気に入ってくれた？それならよかったよ。よーし、これからファッションショーを始めちゃうよ。あたいの着こなし、見ていってくれる？見まーす。その格好でファッションショーか。頭にキノコ乗せてこんなに喜んでくれるの可愛すぎる。めっちゃ可愛い。みぞれのために服を選んでコーデ記念のファッションショー。うん、バッチリ決まったね。よきよき。もうほら、めっちゃいいやん。そして、何か達成した？あ、この辺の。あ、そっか、ガーデンイベントが始まったけん。これから種まきとか水やりとか収穫とか、いろいろと。お！帽子が！パンプキングなシルクハット。何がどうパンプキングなんかがわからんけど。パンプキングシルクハットとか被ってなかったよね。去年。なぜパンプキングなシルクハット？あ！ちょ、待って。とりあえずこの風船たち、お裾分けを回収した後で、フォーチュンクッキーが、5000円のやつが来とる。5000円、5000ベルのやつが来とる。あ！両方や！めっちゃいいやん！ヒノコや、ヒノコ、ヒノコ。はい、買っていきます。当然買っていきます。星5、星5、来ないかなぁ。最近全然やけんね、星5とか。大雨が降っても傘は忘れない。大雨が降ったから忘れないんだ。明かりの灯る笹。かわいい、かわいいけど。かわいい、これ星3なんや。4ぐらいでもよくない？ちょ、もう一個にかける。お願いします。お願いします。お？ちょっと反応がいいけど。でも星4ぐらいかな。すごい夢を見たけど忘れてしまった。あるある。え、星3やないか。ヒガンバナの花畑。え、かわいいけどね。かわいいんだけどもね。なるほど、そういう感じか。ヒノコの。ちょ、待って、これ、詳しく。ヒノコとゆらめく狐美神社。写真撮影にハマっているアルベルトがヒノコにモデルを頼んだよ。二人が向かった撮影場所には、狐美の三重の塔をゲットすると専用のエピソードが見れます。めっちゃ欲しかった、狐美の三重の塔。今のところね、このキュービのコマギツネ。これもちょっと私は気に入ったんやけど、星4。キュービのコマギツネと、尻尾つきみこ装束、めっちゃ欲しい。
あ、でも笹が二つあるのは両脇につけれていいね。尻尾付きみこしょうと、もうなんか尻尾魅力的すぎるやろ。で、あと、狐美神社の灯籠と彼岸花の花畑。なんか景色系が、全体的に景色系ではあるけど、が多かったんかな。まあ、でも組み合わせやすいっちゃ安いんかな、他のやつと。こんな感じです。今日の私のフォーチュンクッキーは。はい、そしてみんなにちょっとね、ペリオさんに頼んで配達をしておいてもらいます。ここで一気にできるのがめちゃくちゃ楽よね。超作業感やけど。くるぶしね、まだキャンプ場に実は呼べてないけんね。呼びたいんだけれど。魚？はい。ふわふわの元があれか、カンストしとんか。もう全然手元に入ってこない。はい、次は虫。どうぞどうぞ。もうこの辺のもね、結構適当に選びようんやけど。だいぶ適当に。でも一種類ずつは置いておきたいなって思うけん。だってあの辺の普通に買えんやん、花。やけん、一種類ずつ残して。まあ、一個残ったらあとはいいかな、みたいな。あ、戻った。あ、しまって。ジュペッティ。はい。あとはもうパンジーはね、咲かされてないけん。以上かな。ん？なんか受け取れてないのある？ああ、いっぱいあるわ。そっか、全部一旦こっちに入っていくよね。もうこれで全部受け取れたね。このお知らせは？もう見たやつじゃないの？あ、まあ、この全体がってことか。消費税が上がることによってリーフチケットの値段も変わるのか。大変だな。大変だな。ほい、ということで、じゃあまあまたこれからもね、ゆったり帽子ちゃんを集めながら、ハロウィンイベントを満喫したいと思います。ということで、今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。パンプキングは一応あれか。毎年やってくるってことか。ハロウィンごとに。それ以外にハロウィン系のキャラおらんもんね。